踊り子スタンバイしている間にご挨拶させていただきます。私たちは埼玉県は飯能市ムーミンの町よりやってまいりましたよさこい飯能ラブと申します。今年結成20周年イヤーとなります。2011年の東日本大震災の時より、被災地支援の、チャリティーイベントを重ねてまいりました。本日もこうしてマイカさん主催の、チャリティーイベント能登半島地震の、被災地の皆様への真心の義援金を送りたいという、趣旨に賛同いたしまして参加させていただきました。日本は災害の多い国です。毎年毎年どこかの場所で、震災いろんな豪雨災害起きております。でも同じ時代に生きた同じ国で育った同胞として困った人に手を差し伸べるそういう生き方を私たち大人が子どもたちに伝えていきたいな残していきたいなと思います。ですので皆様今日この会場にお集まりの皆様ぜひどうか温かい真心の義援金、のご協力をよろしくお願いいたします。それでは改めまして会場の皆様こんにちは。よさこい飯能ラブ本日最終演舞となります。コロナ禍にあって心が疲弊した時に作った曲でございます。耳と心で聴いていただけたらなと思います。では踊り子参りましょう。飯能ラブ笑えや笑え。雨が風が吹いたら窓を閉めましょう。
マイダーリン、実は隣の第五小学校の卒業生でございます。温かい拍手どうぞよろしくお願いします。御年75になります。ラブの皆様、熱いパフォーマンスをありがとうございました。